ジョージ・ビップ・クリッテンデンはアメリカ陸軍の職業軍人であり、ブラック・ホーク戦争、テキサス共和国軍、米北戦争に従軍し、南北戦争の時は南軍の将軍だった。クリッテンデンはケンタッキー州ラッセルビルでアメリカ合衆国上院議員ジョン・ジェイ・クリッテンデンの息子として生まれた。クリッテンデン家は軍人一家であり、弟にはトマス・レオニダス・クリッテンデン。 重廷には、トマス・ターピン・クリッテンデンがいて、どちらも後に、北軍の将軍になった。クリッテンデンは1832年に、陸軍士官学校を卒業し、第4はアメリカ不評連隊の将位に任官された。1832年のブラックホーク戦争に参戦し、翌年に除隊した。その後トランシルバニア大学で学び弁護士になった。1842年に、 テキサスに移転し、テキサス共和国軍に入隊した。1843年のミーア遠征の時に、メキシコ軍の捕虜となり、捕虜交換で釈放された。1846年に、アメリカ陸軍に入り直し、アメリカキバラアイフル隊と共に、米国戦争に従軍した。1847年のコントレラスの戦いと、チュルブスコの戦いでの勇敢さで少佐に名誉昇進し、 1848年に正規軍の少佐に高級的昇進した。しかし、1848年8月19日、陸軍から一時解雇され、1849年3月に復職となった。最終的には1856年に正規軍の高級的中佐にまで到達した。南北戦争が始まる直前の1861年3月16日、 クリッテンデンは、まだ6月10日まで、アメリカ陸軍任務から除隊していなかったが、アメリカ連合国の大佐への任官を受けた。1861年8月15日には巡将に昇進し、短期間バージニア州で、南軍のポトマック軍旅団指揮官を務めた。1861年11月9日には、少将に昇進し、東テネシー地区軍を指揮した。 1862年1月18日、クリッテンデント・フェリックス・ゾリコファー少将は、ミル・スプリングスの戦いで北軍のジョージ・ヘンリー・トーマス、殉将軍に敗北し、この戦争の南軍として、初めての重大な敗北を記録した。このために、南軍による東部ケンタッキー州の支配が崩れた。クリッテンデンは1862年に、短期間中をケンタッキー軍、 第2師団を指揮したが3月31日に解任された。クリッテンデンは翌日ウィリアム・ J ・ハーディ将軍の命令で戦闘中の飲酒の過度で逮捕され4月18日に回復された。ブラックストーン・ブラック将軍は7月にサモン会議を命じ、クリッテンデンは召喚をやめて10月に大佐に降格された。南北戦争のその後、クリッテンデンは アレゲニー県方面軍を指揮した。戦後の1867年から1871年は、ケンタッキー州立図書館司長を務めた。クリッテンデンは、ケンタッキー州ダンビルで死に、フランクフォートの州立墓地に埋葬されている。ありがとうございます。